ティアタワー、アカデミーがグランパルスに建造した情報拠点。タワー全体が演算能力を持つという巨大な人工知能である。内部では人の力でファルシを創造するデミファルシ計画が進められている。そこには記録されない歴史が眠っている。かつてこの塔で起きた惨劇を知る人間は一人もいなかった。導いてくれた場所だね。ゲートは関係のある時代とつながるみたいだ。カイアスが言っていた封印された歴史ってやつの答えがここにあるのかもな。200年前、君たちは封印された歴史を知り、あの塔で葬られた。ここがその塔？まずはここがどこなのかはっきりさせないとな。情報収集だね。端末にアクセスしてみようか。アラームが発生中。全エリアが緊急ロックされています。もしかして部屋に閉じ込められてる？端末を調べてみようよ。ロックを解除できるかも。パラドックス発生中。全エリアが緊急ロックされています。食べるためか。バニラたちを助けたかったんだね。その人造ファルシがカイアスに乗っ取られた。でも何のために？外周エリアのロックを解除しました。もう部屋から出られるよな。
ここにいる人たちの姿が見える？見えるけど、何が言いたいの？気配が全然ないの。まるで生きてないみたい。同感。俺も同じこと考えてた。から俺たちを見ていたのか。あいつってカイアス？どうだろうな。アカデミアで会ったカイアスは何か違う。本人とは思えないんだ。わかるの？一緒に暮らしてたんだ。俺もあいつも守護者、巫女を守る戦士だった。俺は駆け出しだったけどな。 あいつはユールと俺を残して勝手に出てったんだ。でも俺はユールを守れなくて、たった一人になった時ゲートが現れた。気づいたらバルハラだった。そこで会ったんだね、お姉ちゃんとカイアスに。どうして行く先々でカイアスと会うのかよくわからない。でも巫女を犠牲にするなんてありえない。実はユールが傷つくような真似は絶対にしない。突き止めないとね。ここへ導いてくれたユールのためにも。ああ。おかしい。まただ。どうしたの？思い出せなくなってるんだ。カイアスが出てった後、ユールがどんな風に死んだか。最後の寂しそうな顔ははっきり覚えてるのに。全エリアのロックを解除しました。
だよね、やっぱり来てたか。でも本物か。見つけた。捕まえて本物かどうか確かめてやる。気をつけなきゃ、罠かもしれないよ。どうにかしてここを渡れる。この水回路が他の時代と混線してるクポ。パラドクスを使って妨害してる。もしかして別の時代の鍵なら動くかも。クポ、待てよ、別の時代の鍵ならもう持ってるんじゃないか。あ、そうだね、アクセスキーってのが使えるかも。試してみようか。使えそうだな。これで他のフロアと行き来できるね。あの人、アリサだよね。なんでこの時代にいるんだろう。似てるだけで別人じゃないか。確かめよう。はじめまして。はじめましてか。やっぱりアリサじゃないんだね。うん、アリサ。昔の人間、あんたに似てたんだ。ご先祖かもな。失礼しました。はじめましてを訂正します。オリジナルはあなた方にお会いしていたのですね。オリジナル。私はアリサザイデルのデュプリケート、オリジナルのアリサをモデルに作られました。機械なの？作られた生命、生きている機械、そんなところね。ここで働いている人たちもアリサと同じなの？ええ、すべてデュプリケート、人工の生態よ。クポ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 。
アリサ、ここで外の人間を見なかったか？名前はカイアスって言うんだけど。ええ、先ほど最上階に向かいました。緑の目の少女と一緒に。ユールも？どうしてここに？ユールは秘密を私たちに教えに来たのかも。この塔にあるはずの封印された歴史を。希望的観測ってやつ、案外当たってるかもな。時の定めにかなうことなら時読みは助けてくれるはずだ。カイアスなら塔の秘密を知ってると思う。パラドクスと関係あるとしたら聞き出さなきゃ。こっちから攻めるか。よし、未来を取り返しに行くぞ。うん、アリサ、最上階まで案内してくれる？どうぞ、こちらへ。人が作った命にも心はあるのかな。心は女神が人間だけにくれた贈り物なんだってさ。人が矛盾した存在で道を誤るのも、また立ち上がれるのも、人間だけに心が宿ってるから。そういう伝説。ご案内します。どうした？パラドクス？なぜ確認を。どうした？なんだ今のは。
パラドクス現象ですね。187年前にこの場所で発生した事件が見えたんです。ちょっと待って、じゃあ本物のアリサやホープ君たちは殺された？タワー完成の直後でした。レミファルシ建造計画に関して人工知能と人間が対立したの。邪魔だから殺された。人工知能に？とても不幸な一致だ。人工知能、逆らう人間は抹殺か。デュプリケートは事件を隠すための人形だったんだね。閉じ込められたみたいだ。ここセラ、これって俺たちが封印された歴史を知ったことにならないか？200年前、君たちは封印された歴史を知り、あの塔で葬られた。だが、再び私の前に姿を現した。
これがパラドクスでなくて何だというのだ。そっか、カイアスの記憶では私たちはこれから殺される。それでつながる。処分したはずの俺たちが200年後に現れたから、カイアスはパラドクスと誤解して俺たちを消そうとした。大丈夫、私たちがここで死ぬ運命なら、生き延びれば歴史は変わる。未来を守れるよ。同感。ホープとアリサの命もかかってる。ここじゃ終われないな。ただ止まったってわけじゃないな。パラドクスに巻き込まれてる。うん、システムに異常が起きてるみたい。直して先に進むしかないな。頭混戦しないように行こう。
わりか。エレベーター直ってるかな。古い刻印が落ちたのはファルシがいなくなったせい。代わりのデミファルシを作れば刻印はまた浮かぶ。それがホープの計画だったわけだよな。うん。でもデミファルシを作るための人工知能が人間に逆らった。そういうことみたい。Thank you.
ホープたちを殺した人工知能が今度は俺たちを攻撃してるってわけか。デミファルシも人工知能もカイアスが操ってるんじゃないの？違うな。真犯人は別にいる。犯人は人工知能そのものなんじゃない？例えば人の作ったものが意思を持ったとしたら。機械が自分の意思を持つ？そうか、誰かが操ってるとは限らないのか。人工知能の中枢を探してみようよ。そこで真相がわかるかもしれない。ここ最上階らしい。カイアスはそこかな。アクセスキーを手に入れないとね。ここ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 行って。すごいすごい。えらい。
Oh.